そこで会の YouTube チャンネルのメンバーにどうしても入れてほしいみたいな流れに変えていってほしいんですよね。ミクルがなんか最近冷たいんだけどっていう相談から、俺を YouTube メンバーに入れてくれっていうなんかちょっと雑な感じの無理やりだな。宮島くん正直面白くないっす。おいおいだけど一応先輩なんですよ、うんうん、昔からの。そうだね。だから先輩にメンバーに入りたいって言われたら断れんのじゃないかなっていうワンチャン。だから会が結構慌てふためくというかすごい焦ると思うんですよね。どういう風に断ってくるのか、もしかしたらメンバーに加入ありえるんですよ。遊び半分でやった企画のせいで宮島くんがメンバーになる可能性もあるんですよ。え、OK だったらなるんですか？いやいや、逆に、まあまあ、じゃあメンバ ー、 あーじゃあ入ってくださいよって言われたら、そしたら多分じゃあ給料どんぐらい出るのかって話に変える。あ、そうそう。せっこい男になるだな。宮島くんの演技力にもかかってますよ。これがサブチャンに行くのかメインに行くのか。頑張りますか。いや、なんて言ってくるだろうね。 LINE の返答はないから。いや、でぶっちゃけね、カイとして困ると思うんだよね、うん、困るんかな。だってその年上のさ人が入ってきてなんか嫌な感じはするやん。多分気使うみたいな。そう、なるほどね。めっちゃ気使うやん多分。じゃあそんな感じでかけてきますか。静かにね。もしもし。もしもし、忙しい？あ、大丈夫ですよ。大丈夫？ヤナさんと焼き鳥行ってました。あー、あ、もう終わった？もう終わった、帰ってきました。あ、ほんと。いきなり相談っていうの怖いかもしれんけどさ、カイチャンネルのメンバーに入れてくれんかなと思って。どうなんだろう、ちょっと考えてもいいですか。まあいきなり急に言っちゃってるしね。そうですね。なんか周りのなんか他の思い出が斉藤君とか、まあそれそうだ、それもあるし、うん、だけどあのまあ会の絶対力になれると思うし、まあ、メンバーになれるかどうか今答えが欲しいなっていう感じだけど。あ、今ですか。うん、まあ今っていうか、うん、そのメンバーって感じになると、はいはい、なんか率直な感じだと、うん、なんだろうな、んかその雰囲気的にちょっと宮島君のことを気を使う感じになるかなって思うんですよね。そうだね。そういうのってなんか映像で分かっちゃうんですよね。みんながなんかその気を使って話してるとか、まあなんか多分いじったりとかさ、そういうなんか、はいはいはい、なんかその辺が出てきたのかなとは思うんですよね。やっぱ毎回ゲストみたいな、そういう私の方がなんか感じにしやすいのかなっていう感じはするんですよね。でもあの言っとることはすごい分かるんだけど、まあ、ただまあメンバーになりたいっていう気持ちが強いのと、会に言える人がさメンバーの中にいないじゃん。だけどあれ、あ、でも会的にはもうあれだよね、やっぱメンバーに入れてくれないってことだもんね。そうですね。すぐには難しいですね。まあまあちょっと時間かかると。結構考えるのもそうだよね。メンバーにしてくれないならもう会えないかなって感じだけど。え、どういうことですか。いや、なんつうのかよ。やっぱあの辛いしさ、断られて、まあ生きていく楽しみがないね。え、大丈夫ですか。あれ、宮島君。はいはいはい、ごめん。ありがとうね。え、どういうことですか。いや、今までありがとう。え、バカ野郎だな。バカ野郎だな。こいつ本当にマジで笑いこらえきれなかった。最悪なんだけど。めっちゃ苦しめてるのかわいそう。カイって優しいんだよ、ね、そう、優しいね。で優しいけどでも絶対メンバー入れたくないんだなっていうのが分かりました。だからミヤチャンネルっていうのを、あ、ちょうどで、ね、でもなんかそういう雷神系統でなんか YouTube、はいはい、格闘技系のやつをやらんかって言われとって、あ、宮島くんが、そう、さっきもミクルにも相談したけどさ、そういう格闘技系でやるのありかなみたいな。あ、なるほどね。でカイにももともと言っとったので、ちょうどいい話ですね。そう、じゃあミヤちゃんカイちゃんチャンネルでバグに付近しすぎだろ。で一緒にやらないかっていうことを今から提案してもらいましょうか。そこでちょっと今思いとどまったんだけどっていうところが悪い兄貴だな本当に。悪い兄貴だ本当に。よし、電話しましょう。あ、もしもし、ごめんよ。もしもし。あのさ、前なんか雷神系でさチャンネル俺とかでなんかやるっていう感じであのなんか言ってたじゃん。ね、ミクルとかさ、カイとかコラボとかさ、そういう感じでとか言っとったじゃん。なんか可能性あったらみたいな。はいはいはい。新しい感じでさ、今カイチャンネルって
やってるじゃん、会話。はいはい。チャンネル名は分からんけど、ミヤチャンネル、カイチャンネルっていう感じで、なんか可能性ないかなみたいな。そこで俺の名前が入って、うん、俺がそっちのメンバーにあるいるっていうのは、立場的になんか結構いろいろややこしいというか。まあまあそうだね。よく分かんない感じになっちゃう。はいはい、はいはいはい。いや、でも生きていけないな。カイトは仲良くやってきたつもりだけど。僕もそのつもりですよ、ずっと。カイ、はい、今までありがとう。なんでそんなこと。あ、じゃあ佐々木くんとやる。あ、佐々木くんですか。うん、いけそうだよね。何をやっていきたいんですか、それは。でもチャンネルとしてはコンセプトというか、なんか宮島君がもし一人やるとしたら、いろんな選手となんか関わりがあるじゃないですか。まあライジの選手とかのなんかその人柄とか、そういうのをどんどん紹介していくチャンネルみたいなのは可能性あるかもしれないです。あ、逆に会議とかのアドバイス聞いてよかったよ。本当ですか。うん、俺ってやっぱりダメだよな。いや、そんなことないです。最近俺さ、今までなかったんだけどさ、メンヘラになっちゃうじゃない。いや、なんか全然そんな感じしなかったっすけどね。なんかあったんすか。どうしたんすか。なんつうのかな、一人ぼっちだからかな。まあこんな話して回遊苦しめたくないだけどさ、ここ最近本当に情緒不安定になるんだよね。そうなんですか。そう。いや、なんでもそんなになりますよ、うん、そんな、うん、今から家行っていい。もしもし。はい。こんなこと話すと思わなかったけど、ずっと今日さ、うん、一緒に寝てくれる？いい？同じベッドで寝ても。え、別にベッドで寝ていいっすよ。別に、うん、普通に。俺も一緒に寝ていいかな。え？俺も一緒に寝ていいですか？あ、そういうこと？どういうこと？そういうことね。いや、宮島くん、はい、笑いこらえるの大変でしたね。まあでも優しかったっすね。優しい。まあ大体想像ついたけど、まあ、こんな優しくなるんだ。俺だったらもうね、うん、途中で切ってますよね。性格悪すぎるでな。